はい、皆さんこんにちは。 MK の Q チャンネル、まさです。本日もよろしくお願いいたします。 MMO 校全国制覇の旅、近畿地区奈良編、本日は第3話お送りしていきたいと思います。よろしくお願いします。通算30話目になりますというところでやっていきたいと思います。まあ、前回ですね、高木豊選手3年生で夏の甲子園、まあ、しかも春制覇しているというところで、春夏連覇がかかった夏の甲子園だったんですけど、まさかの1回戦で、やられてしまいました。ちょっとね、僕の采配ミス、ありました。ピッチャー2年生の、久保選手を出してまさかの打たれてしまって、5失点したんですけども、その5点をうちの打線が返せず、5対3でやられてしまいました。いやー、ちょっとやっぱね、まあ、2年生とかを育てるという意味で結構出したりはしてたんですけど、ちょっと危ないね、そういうことをやると負けてしまいますっていうところで、まあ、その後に秋の県大会、そして近畿大会と戦っていったんですけども、まあ、県大会が2回戦かなり危なくて12対11で勝ったんですけども、まあ、その後ね、近畿大会出れて、で近畿大会は2回戦とも、しっかりとコールド勝ちできて、まあ、3年ぶりに、神宮大会、出場決定というような形になりました。で、まあ、春の甲子園も確実となったというところで、まあ、そこはね、良かったと思います。でですね、今日は神宮大会から、スタートというところなんですけども、1回戦に昭島高校、抽選会も終わっておりまして、昭島高校とやるような形になっております。昭島が強いんで、まあ、どこまで食らいついていけるかというところなんですけども、ちょっとね、まだ神宮大会優勝したことないんで、まあ、初優勝目指して、頑張っていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。はい、この MK の技術、簡単にですね、本編にあっては、ほぼ毎日、月曜日は最近お休みいただいてます。ショートにあっても、ほぼ毎日配信しておりますんで、またチャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。さあ、今日も元気にやっていきましょう。お願いします。いやね、昭島だけはやめてって言ってたのに、昭島来るから、もう本当に勘弁しようねって話なんですよ。で、このまま11月入って、で、神宮の手前までやっていきたいと思いますね。はい、それではね、早速、神宮大会、昭島高校バイフォーバー A というところで、オーダーだけ言っていきたいと思います。1番はサード、バント職人の鈴木。で、セカンドはチャンス A の固め打ち、川島くん。で、センターチャンス B、盗塁 B、チャンスメーカーの石井。で、4番がキャッチャー A、になった、本をもらったんでキャッチャー B からキャッチャー A になった矢野くんで、ファーストは守備職人の佐藤で、レフトがバントかく乱対左 B の平田で、なぜかめちゃくちゃ打ってくれる打率6割9分2厘の重松で、ピッチャーはエース広島の、天聖 OB 下田真村選手で、ショートは今絶賛守備期待中の近藤で、天聖 OB にさらに久保選手で、グロスというような形でいってます。まあ、なかなかね、結構ね、投手力は、かなり高いチームやとは思いますので、まず初戦ね、この、昭島高校。まあ、昭島高校といえば、東京なんで、王さんがおるんですよね。王さんが。で、今回は王さんはいないと。王さん出てきた時も、度肝抜かれたからね。とりあえずこれでいきます。タワムが先発で。で、確かその時は、3番井端選手、4番ファースト王選手やったんですよね。もう、えぐいぐらい。で、それで春の甲子園やったと思うんですけど、まあ、やられてしまいました。で、前はね、あれですね、右の1回の裏、清宮とかが起きたんですけど、先頭バッターは鈴木。わー、やっぱ相変わらずええな。ちょっとね、転生もね、結構多いから、なんかピッチャーみんな強いもんね。ただ、転生 OB はいない。でも、めちゃくちゃ強いってわけじゃないね。いてないね。門脇。巨人の門脇ね。他はいないね。清宮選手とか去年おったんですけど。まあまあいいです。野手が強いね。だ結構打線が強いかもしれん。早速1点取られてるし。だどこまでうちがね、この相手のピッチャー陣を崩していけるかというところです。ランナーはありません。いいよいいよ、守ってる。点取れ。うわー、3点普通に取られるもんね。普通に取られるよね、これ、点。ランナー誰？近藤、走るぞ。はい、OK。はい、セーフ。ランナーが二塁に。いや、もうね、1点ずつ返していくしかない。打たな始まらんぞ、お前ら。OK、そう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 。二塁ランナー、三塁へ向かい。
やこれね3回裏なんでまだ操作できないんですけど、1点でもいいから返して。オッケー、1点、2点、オッケー、いいよ、2点返した。オッケー、ナイス、いいよ、まだ全然チャンスある、全然チャンスある。続き流し打ちや、初球出てた。わあ惜しい、うまいな、取ってから早いよお前ら。チェンジ、いいよ守れ、オッケー、フォアボール、オッケー、矢野ちゃん、オッケー、これねすごく跳ねます、絶好調。いや勝負やぞ矢野ちゃん、さあラッキーボーイの打ってこい、一発広角打法で神宮狭いからいけるやろ、二塁はセーフ、打て、絶対打て、いける。うわーもう二塁フォースアウト、一塁送球、矢野ちゃんが大ブレーキ。いやまだいけるぞお前ら、転がせ、初球よーしナイス、さすが2年生、いいよいいよ、矢野ちゃんはどんどん打たすから、さあいいよ守れ、オッケー、ヒットヒット、ナイスで鈴木、いやーこれさっきみたいにねセーフティーとかして嫌やから送る、初球を打ってきました、ピッチャーの右へ転がした、タッチスマ、二塁ランナー三塁へ、タッチアウト、ツーアウト、いいぞここ、ここやぞ川島さん、勝ち越しのチャンス、クセモノ使ってセンター返し、頼むぞ川島、うわー、いいぞ、いけ、走れ、いける、セーフ、一塁はセーフ、いいよいいよいいよ、1点リードを奪いました、オッケー、石井ちゃんまず走る、送球はどうだ、セーフ、二塁はセーフ、なら、いやもうここ転がせで勝負するわ、ましたピッチャー、ナイス抜けた、帰ってこい、もう一人無理か、センターバックホーム、オッケーオッケー、ナイスナイスナイス、点追加、石井タイムリーヒット、いやもう絶対ね終盤ね打たれるから、二塁送球、はい、セーフ、終盤絶対打たれるからここで点差つけとかない、矢野頼むぞ、次はナイスバッティング、帰ってはこれないか、いや守備いいよね相手、いやいやいや相手の野田くん、野田くん撃破してるんじゃない、佐藤ここ一発いこう、お前の打撃ならいける、ピッチャー返し、いやいいねいいねいいね、超連打超連打、7対3、タイムリーヒット、まだ行くぞ平田頼むぞ、闘魂、おっしゃ、お前闘魂で1回フルヒッターでホームラン打ってるからな、オッケーオッケー、いいよ、警戒してもスタンドインしたら関係ないぞ平田、警戒されても意味ないとこ見せろ、打ちました、いやあかんあかん、まあまあまあいいわいいわいいわ、10番まで終了しました、オッケーいいよ、いいよナイス、オッケーオッケーオッケー、ワンアウト一塁、ランナー誰、あータマムね、さあ持ち前のファイトが全面に出てきました、タマムダイソー行こうか、勝負行くわ、ここ走らせる、これは楽々セーフ、盗塁成功、いいよ、うち今一枚看板じゃないから、頼む今度、いいよ、うわどうだ、ボギー走れる、あー無理か、これでツーアウト、ここ1点取ったら価値あるからな、鈴木今日はここまで3打数1安打、いや転がせやな、1点取ったらだいぶ価値あるぞ、二塁タッチはセーフ、おどうだ、行ったか行ったか、ナイス、左バッターちょっと待ってちょっと待って、あと1点でコールド勝ちや、もう行くぞコールド勝ち、初球打ったピッチャー返し、セーフになるんじゃない、一塁送球、いやうまっ、おろしきー、ファーストのエラーが記録されます、バッター、よっしゃコールド勝ち行くぞこのまま、さあファイトを前面に押した、キャッチャー、むしろコールド勝ちで逃げ切れお前ら、盗塁成功、ランナーが二塁に進んでいます、オッケー転がせ、打ちました、ナイス、帰ってこい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 、うわ無理か、それ勝負してもいいんやけどな俺的には、これで4打、ここまで2安打の矢野、さあジョックロック先走る、二塁送球はどうだ、二塁はセーフ、ランナーが矢野頼むぞ、励ます、打ってこいよ絶対打てよ、頼むぞ矢野、150キロ直球、ちょっとチャンスに強いんじゃないの、ただここで、あえてクロスいこうか、いやエラーはあかん、エラーはあかん、さあ調子を上げることができるか、クロス頑張れ、ちょっとねあの秋投げてないんで県大会近畿大会、打ちました、
ケー。引っ掛けた。フラフラっと上がった。いやもう全然エースやから。キャッチャー掴みました。いいよ。これでワンアウト。バッターは2年生渋谷。オッケー、いいぞ、矢野取れ、いいぞ取れ、オッケー、もうセカンド行かれた、肩弱、二塁タッチセーフ、ツーアウトランナーに、ファウルボールで、キャッチャーフライでセカンド行かれる、タッチはセーフ、二塁はセーフ、いいよ、ここ押さえたら、来ました、取れる、うわー跳ねたね、バコマ、オッケーオッケー、いいよ。熊井、いいバッティングを見せました。奈良、なおも。いいよ、ホームラン打たれても、まだ3点差あると思って。頑張れ。いいよ。おっしゃ、これは取れる。走れ、取れ。おっしゃー。これでスリーアウトになります。いいぞ。勝てるぞ、お前ら。梅田、降板、8回。おっしゃ。最後。さあ、究極のスコーナー。決めてこいよ、お前。一発で。一振りで決めろ。いいぞ。お前出たらダイソー行くからな。いやーいい当たりやねんけどな。前田うまくさばいています。佐藤いい当たりでしたがサードショット。そうなんよ、いい当たりでした。平田頼むて。全然打ってないやお前。金丸と変えるぞ。ここ出たらでかいぞ。打ちました。これは内野ゴロ。いや走れ。行ける。行ける。走れ。アウト。遅い。これで2アウト。遅い。ランナーありません。オッケー、シゲマス。どうしたシゲマス。お前の高打率どこ行った。ルイ出たらダイソー行くからな。タイム待て。いやストライクな。ストライク打ちました。当たり損ない。いやもう全部サード。一塁送球。あーっと送球それた。アウト。スリーアウトチェンジ。いやちょっとコールド勝ちできんかったな。いやピッチャー交代。久保ちゃん。グロス。でこれファイト出たね。オッケー。調子を上げてくるか。すごく盛り上げる。これで守備上げたからな。お前らしっかり取れよ。逆らわずに右へ。もう速攻で危ない。ファール。いいよ。アウトです。空振り三振。バッター松本。天性 OB ね。あ天性プロか。まだプロ野球選手だったね。ごめん。それは申し訳ない。打ちました。オッケーいいよ。おっしゃ、これぞ、いい当たり、次センターが取りました。勝利まであと1人。オッケー、秋島倒すぞ。ピンチヒッター。いいよ。打ちました。ピッチャーナイスナイス。抜けた。もういいよいいよ、まあ、6点差あるからもうランナー気にせず行こう。ホームラン打たれてもいいから。満塁ホームラン打たれてもまだいけるから。初球オッケー、いいぞ、近藤いけるか。近藤、おお、ナイス、そっち行く。ここは及びません。ナイス守備。終了です。順調に勝ち進めます。オッケー、秋島高校撃破。いやいやいや、いいんじゃない、いいんじゃない。あんだけね、前回夏ね、1回戦で敗退してしまった。いやー、なんで玉部これチャンスメーカーなる。ピッチャーやで、ピッチャー。で、佐藤がチャンスし、逆境丸。で、積極打法。いやー、いいよ、いいよ、お前たちいいよ。しかも、秋島倒したから名門のバロメーター上がったし。いや、いいんじゃない。次行くぞ、お前ら。励ます。次の対戦相手はね、どこか。ディートがおったから。はい、うわ、お前ら来たな。このね、阿賀の東っていうのはね、うちが前回甲子園1回戦3対5で負けてるんですよ。いや、もうリベンジのチャンスいただきましたね。これはもう絶対勝とう。矢野ちゃん行こうか。タマム絶好調。ただね、久保行くわ。なぜなら久保で負けたから。うん、前回やっぱ久保ちゃんリベンジしたいでしょ。多分負けた分やり返したいでしょ。そういうね、やっぱ監督はやっぱ生徒のね、思いをやっぱ叶えてあげたいから。ツーアウトランナー一塁という場面で、さあ行くぞ。バッターは1年キャッチャー二塁送球、これは楽々セーフ。頼むぞ矢野、先制打行こう。ちょっとね、最初結構ホームランバーンって出たんですけど、三遊間の当たり一塁送球アウト。またでんくなったよ。いいぞ久保ちゃん。ただ久保ちゃんね、
あの5回で突如5回か4回ぐらいで突如乱れて、あの5点ぐらい取られたから、まだね安心パックではないんですよ。 OK、 石井ちゃん行こう。わー、何してるん石井。そういうほころびで負けるっていう話やんか。もうせっかく打ったのに。だ、秋島もさっきエラーでうち点取れてるからね。オッケー、ナイス、いいぞ。久保ちゃんいいよ、バント行くからね。バントうまいね、うまいよ。一塁キャンパス踏んでランナー三塁に進みました。いいよ、今度行くぞ。チャンスは続きます。今度はまあまあ打つ要因じゃないんやけど。あー、ナイス、やった。 OKOKOK、 3対0、3点に広げます。3対0、近藤タイムリー。いいよ、で近藤がまた2塁行く。転がせ、これはピッチャー正面。滝沢ボールを取る、ショートから1塁送球、アウト。これで2アウト。橋間頼むぞ。今日2本のヒットを放っている。いいね、いいね、いいよ。オッケー、チャンスへ打ってこい。オッケー、ランナー三塁。山本今拾った、ワンヒットあるぞ。転がせでもいい、転がせ行こうか。あ、ミスった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 。これで3アウトチェンジ。4回のやってもた。オッケー、いいよ。いや、もうきっちりリベンジしてるんじゃない。矢野行くぞ、ハイボールヒッター高橋一打ってこいよ。ボールはライナーで、いやもうそれがいい、それがいい。石井打球を確認して三塁へ向かう。完璧ないよ。ならなおもチャンスが、さあチャンスが広がって佐藤、佐藤行くぞ。追加点のチャンスを迎えています。長谷一規制フライでもいい、きっちり打てよ。打った、いいよいいよ。打ちました、カット打ちあるからな佐藤。打ちました、カット打ちはね、カットしてあげて三振する可能性高くなるから。オッケー、宇宙間へのフライ、完璧。見ました、立ち上がった、よーった、ホームイン、ナイス、犠牲フライ。オッケー、いいよ。オッケー、ヒットヒット。いや、これあるぞ、お前らコールド勝ち。まず走る、ボールを2塁へ送った、セーフ、2塁がセーフ、ランナー。さあ、さあ行くぞ、究極の思考が今、行くぞ行くぞ、打てよ鈴木。打ちました、抑えた。ちょっと良くないね鈴木。ランナー2人を置いて迎えるバッターは川島。さあ持ち前の癖も、川島チャンス強いからな。打ちました、どうだ、抜けた、ランナー、これでかい。ホームレフトバックホーム、オッケーオッケー、いいよ。5対0、川島タイムリーヒット。ならなおもちゃん、先ほどツーベースを放っている石井、まず走る、キャッチャー二塁へ送球、二塁セーフ、ランナーが一つ、転がせ。さあ持ち前のファイトが全面に向いて、タイムリーいくぞ。よっしゃ、あー惜しい、よし、あーサードから一塁送球、オッケーオッケー、いいよいいよ、間違いない、間違いない、いい当たりでした。矢野ちゃん頼む、矢野ちゃんセンター返し、打ちました、ファールボール、いいよ、発進で、よっしゃー、ボールはライナーです。さあ中間へ、レフト前クリーンヒット、いいぞいいぞいいぞ、7対0、いやね、逆に7対0になってくると次の回コールド案件になってくるから、あのコールドするにはもうちょっと点欲しい。おっしゃ、いやー、やっと出たね佐藤、素晴らしい。逆にあと1点でコールド勝ち、行こうか、コールド勝ち。持ち前の熱血が力を発揮する。これ平田が出たらダイソー行くわ。打ちました、惜しい、まあまあまあ、これで3アウト、6回、ゲームさあ久保ちゃん行こうか、リベンジ。調子を上げることができるか。打ちました、初球打ち、うわ取れる、ナイス、今度ボールを取った、一塁送球、アイワンアウト。今度軽快な守備を見せました。いや、リベンジの神宮来てるよ、リベンジの神宮。よよ、打った、打球の行方にはくれぐれもご注意ください。打ちました、しゃ、いや、いいんじゃない、センターへ上がった、負けた相手に7回完封、コールド勝ち。もう玉村出さないよ、久保ちゃん行くよ、きっちりリベンジして、あの悪夢忘れよう。外のボール引っ掛けた、川島余裕があります。はい、よいしょ、ゲームセット、コールド勝ち、コールド勝ち、いよいよ、いや、いいんじゃない、いいんじゃない、君たちいいんじゃない。
この世代になって、やっぱ投手が安定してるからかな。秋島も倒したし、いや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 、いいよ、お前ら神宮制覇見えてきたよ。さあ次最後決勝やと。まあ対戦相手はちょっともうわからないんですけども、いやここまでね、秋島を3点で抑えた玉村で、7回完封した久保と、まあ、完璧よね、完璧。次行くよ決勝。さあ矢野ちゃん行こうか。これね、下手しここ、いやごめん、あえてグロスで行くわ。グロスでこの3枚看板っていうところを見せるから、うちは。うん、行こう。ちょっとどこか分からんけど、対戦相手しっかり勝ちに行くぞ。まあグロスがどこまで投げてくれるかというところなんですけど、お届けいたします。一塁側浦添、沖縄三塁側浦添、いいぞ、うち表やと。奈良先制のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー二塁という場面。いやちょっとね、おるんじゃない沖縄やったら。矢野、はい、いました藤本、平君がいます。平君、あれあんまり強くないね。ああっちじゃないね、横浜の平君か。あああれ、このチームそんなにエースの藤本君強いけど、あと普通やで、ね、みんな。オッケーオッケーオッケー。野手これ石峰君とかは、ああそうですね、天性 OB ですね、強いな。でもね、野手能力もそんなに強くないよ。オッケーオッケー、お前らいけるぞ、これ優勝いけるぞ。油断は禁物やけど。第1球、初球を打ちました。これは内野へのフライダー、ファーストラックピン、取って、まあ、油断禁物やけど頑張るぞお前ら。藤本、いいよ、グロス頑張れよ。オッケーオッケーオッケー、いいよ。まずは走る、キャッチャー送球、いいよ、二塁がセーフ、ランナーが二塁に。行くぞ矢野、打ってこい、一発先制、先制弾打ってこい。しゃあ、惜しい。オッケーオッケーオッケー。いやもうグロスが頑張ってくれるから投手戦よ。1点取られた、返すぞ。うわー、2点取られた、石峰さんにホームラン。オッケー、ここやぞ。二塁送球、オッケーオッケー、いいよ。まあ、できれば初優勝はしたいんですけども、まあ、決勝まで来てるんで、まあ、そこまで、ボールバライナーでライト、うわ取られる。優勝にはめちゃくちゃこだわってるわけではない。今日は安打を放っています、バッターの佐藤。どっちかというと、まあ、しっかりとね、経験が大事になってきました。あー、2試合連続、オッケーオッケー、お前らいいよ。さあここでグロスも塁出る。グロスここ変えようか、ダイソー。さっきポレット行くわ、ポレットダウン。さあファイトを全面に走るぞ。はい、オッケー、やばい、あー盗塁失敗、やばい、これちょっとやばい、ミスった。久保ちゃんいきます。うわー、ファーボールあかんな。でも石峰さんやもんな、しゃあないな。昨日完封してるからな、7回。いいよ、引っ掛けた、ちょっと左横のフライになりました。取ってこれ、いや、いいんじゃない、いいんじゃない、グロスに負けつけるなよお前ら。オッケー、ナイス、近藤走るぞ。はい、ボール2塁送った、はい、セーフ。7回表ね、大事な場面で盗塁。ここで精密機械のごとき精密さを発揮する、転がせ。ここ出たらビッグチャンスになるぞ鈴木。二塁タッチ、あんまりね鈴木打たないからね、こういうとこで打つんかい。ナイス、抜けた、センターバックホーム。さあここからジョックロックやぞお前ら。鈴木ナイスバッティングです。バッターは2年生川島、最低でも外野フライが欲しい。智弁学園のジョックロックいくぞ。二塁がセーフ、センター返し打ってこい、ウケー、逆転スリーラー。いや、いいね、いいね、まだ行くぞ。さあ
からキーボードの音量を初球を打った、飛びついた、ナイス、いいよいいよいいよ、いいバッティング、チャンス作っていこう。バッターは2年生佐藤、今日2打点を挙げています。いや佐藤もいいよ、あそこの流し打ち、広角打法持ってきてほしいね。これで広角、まあさらに流し打ち打たせて、ボテボテのサードゴロ、服部ボールを掴んだ、セカンドフォースアウト、セカンドから1塁送球、これで2アウト。バッターは2年生平田、代打行くわ、金丸、代打はかな、頼むぞ。持ち前の熱血が力を発揮することになるのか。タイム、ちょっと待って、あーしくったな、まあ、かわいそうやけど、ダイソーで、加藤いたします。足のセーフ、走る、これは悠々セーフ、盗塁成功です。なら大事な場面です。ナイスバッティング、でかい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 、金丸ナイスバッティングです。ランナー2人を置いて迎えるバッターは、じゃあここさらにダイソー、ボギー、ボギー頼むぞ、二塁送球はどうだ、二塁セーフ、重要な、さあここでチャンスアップさせて転がせやぞ、シゲ頼む、いいよ、ツーツー、うわー惜しいな、おそして、あーまあまあまあファーストは無理やね、松下一塁踏んでアウト、OK、でピッ、ね、守備はもうこのままいけるんでこれいきます、よしよ抑えた、チャンスない、 OK いいよ、 OKOK9 回石井ちゃんランナー出てる、ファイト使う、ランナーまず走る、おっしゃ神宮見えてきたぞ、制覇、ボール球打った、セカンドの左、金子、ナイスナイスナイス進塁だ、なおもチャンスやつ、よっしゃ矢野行くぞ、一発勝ち込め、打ちました、内野ゴロ、ノーハル、ピッチャーから一塁送球アウト、で加藤ちゃん、バッターはダイソーで途中出場の加藤、いいよ加藤、持ち前の打たすからな、初球から打ってた、ピッチャー抜けた、よう打った、なら1点入りました、6対3、素晴らしい、加藤タイムリー、オギも打たすからな、途中出場しています、バッターのオギの、でまず走らせる、ボールを2塁送った、これは楽々セーフ、盗塁成功、なら重要な場面で盗塁を決めてきました、頼むぞオギ、引っ張った、惜しい、だから結構加藤が足速いんで、2塁タッチセーフ、ワンチャンワンヒットで帰ってこれる、速球、うん、打てないよね、足しか鍛えてないから、バットが球を切りました、裏添え、押していくぞ、さあ調子を上げてくるか、よ打った、わお、強い当たり、打球はそのまま伸びていく、まあ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 、まあ、うわ怖いバッター続くな、石峰さんインコースヒッター緩急で抑えていこう、いいよ、いやストライクじゃない、インコース勝負するな、外角でいけ、外角で三振やん、打ちました、なんで左中間取れるか、大きい、あれしかち、まあ、ワンアウト、ランナーはありません、バッターはさあいけるぞ、お前たちいけるぞ、あと頂点まで2つ、いいよ、ボール、わお、いい当たり、めちゃくちゃいい当たり、三好、いいバッティング、これツーラン打たれたらきついな、おっしゃー、よう抑えた、空振り三振、さあ最後一人やぞ、バッターは1年生高橋、今日はここまで3打数1安打、おっしゃ、ショートバウンド、はい、ショートから1塁送球、はい、オッケー、神宮大会うまくさばいています、3年ぶり優勝決めました、やっと出場できた神宮大会で初優勝、今日ついにやっと全国の頂点まで優勝することができました、できました、本当に素晴らしい戦いを見せてくれました、あのしかも3投手、玉村、久保、グロスと、3試合で3人先発ピッチャーが変わると、いやもうそれだけ投手陣が充実しているというところですね、まあ、今回に関しては最後ね久保ちゃんにリリーフしたけど、まあ、久保ちゃんが良かったね、やっぱ夏のねリベンジっていうのがあったんで佐藤に行ってもらおう、いやもうちょっと青徳持ってきてほしいんやけどね、いやでもよう勝ちましたお前たち素晴らしい、いやもう本当にねよく頑張りました、まあ、なかなかね
ちょっと夏悔しい思いしたんですけども、まあでもね、打撃がね、この佐藤が5割8分3厘、川島も打ってる、あー近藤も打ってるね、しげちゃんちょっとね、神宮なんて打たれへんかったけど、やっぱね、今回の MVP は久保ちゃんやね、防御率 0.75、まあ、グロスも悪くはなかったんですけども、で金丸も打率1割、10割、素晴らしい。で加藤ちゃんも打ってくれたし、走れたし、完璧です。いやー、よう頑張った全員。で次はこのまま、スカウト行きたいと思います。で春も決まってるんで、まあかなりね順調には来てるんで、またね沖縄九州地区から取っていって、やっていくんですけども、ちょっと沖縄行こうか。バランス2222、しかも沖縄の転生欲しいから、どう。あー、重い球の伊藤も悪くないんやけど、いぶし銀の鈴木、バント技術、あー、タイエス、ここで行くといぶし銀か、タイエスの何これ、長南、長南、まあ、鈴木くんで行こうか。鈴木くんどう。まあまあまあか、別に来なくていいです。でそんなにめちゃくちゃ欲しいってわけじゃないんで、そんなんやったら来なくていいです。剣は毎回買ってるんですけども、やっとちょっとね、で履歴書は買ったんで大丈夫です。でこれでいきましょう。ちょっと金貯めたいんですよね。はい、それでは2回目やっていきましょう。1回目ちょっと鈴木くん声かけたんですけども、なんか全然パッとしない返事だったんで、徳島、山口、広島、岡山、島根、ね、やっぱ広島やね。やっぱ広島ね、プロ野球選手多いんですよね。なんで転生 OB 来てほしい。全国出てる割にはあんまりやね。バント技術にキャプテン、将来性、初球、磯部。磯部選手って広島なの？近鉄の磯部選手じゃないの？うわ、嬉しい。ここすぐ来たの嬉しいね。いやー、天性のホームランバッターもビタビタやけど、こんなんもう確実に磯部選手よ。西条農業高校。嬉しい嬉しい。このインコースヒッターなのかな。あ、まあまあ、これ待ったな、絶対行くわ。これは行く。天性選手は絶対いるから。しかも磯部選手なんか絶対取らないといけないっていうところで、次12月入ってまたやっていきたいと思います。はい、それでね、12月入りましたんで、3回目やっていきましょう。で今ね、一応磯部選手が転生で、広島に。やっぱ広島いいね、おったわ。やっぱね、多い県に声かけちゃうよね。だからやっぱ大阪とか兵庫とか。いやちょっと待って、この兵庫のキャッチャー7人古田くんおるんじゃない。いや、この7人も、大阪の7人も、森くんおる可能性あるから。まあ、ちょっとね、まずは、やっぱ兵庫やね。古田くん、行きましょう。古田取り。来い。古田は今んとこいないと。あー、存在感。おー、寺田くん。将来性、高い選手。ちょっとキャッチャーばっかりやねんけど、まあ、鈴木別に来なくていいから、寺田くん、ちょっととりあえず来てね。あ、来てくれる。オッケーオッケーオッケー。今ちょうどね、2回ともまあまあやったんで。はい、それでは4回目いきましょう。そろそろピッチャー欲しいんやけど、ピッチャーね。愛知、静岡。あ、静岡6人もいいですね。あ、そういえばさ、静岡ってあれじゃない？高橋遥人くん。ちょうどね、この前阪神と広島で、もう千何日ぶり。めちゃくちゃ球のキレ良かったね。いや、高橋遥人くん、狙いに行きましょう。わお、全国準優勝の井上。いいですね。悪くない。はいはい、お尻上がり。うわー、全国準優勝2人。どういうこと？同じチームなの？井上くんと、中村くんは同じチームなのかな？彼は天才なのかもしれない、市川くん。いやー、もうちょっとね、このね、市川くんね、まあ、ちょっとブックマークするわ。ちょっと余ったら行くわ。この、枯れ点。どっちの方がいいかな。変化球ビタビタ135キロか、中村くんか。うーん、中村で行こうか。球速は結構すぐ上がるから。はい、来てくれるというところで、まあ今のところ悪くないですね。でこの後1月入って、さらに、スカウトやっていきたいと思います。
はい、というところで、1月入りましたんで、スカウトやっていきたいと思います。で今ね、かなりいい感じで、全国準優勝の中村くんで、タイエースの、寺田くんで、磯部選手が 60% なんで、これ後で行くんですけども、あとね、ブックマーク選手が、まあ、彼は天才なのかもしれないというところは置いてます。まあちょっとね、まあ地区大会上がりなんで、まあちょっとそこまであれかなというような形ですね。西東京の投手盛んもいいんですけども、あ、神奈川も投手盛ん、あとはあーそうね、神奈川か西東京行きたいんですけど、まあとりあえず神奈川行ってみようか一回。あー、まあまあ野崎悪くないですね。135でバロメーターよしで、平野くんもよくいいと。他はあーしょぼいね。じゃあ一応ちょっと野崎声かけとこか。2枚目、まあまあか。今回なんでこんなまあまあ多いの？うち夏負けたから、夏の印象が強いのかな。一応神宮制覇してるんやけどね、それを加味して物事をね言ってきてほしいんですけど、なかなか言ってきてくれない。あれ出てこないな、スカウトが。で、あれなんでなんで出てこない、早く出てきて。あれなんでスカウトくん出てきて、はい、あれなんでなんでなんで全然スカウトが出てきてくれない。はい、出てきました。えい、行きましょう。さあ、東北地区行きましょう。はい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 。うわ、岩手打撃しピッチャーがおらん。いつもね岩手でね狙ってるんですよ、大谷くんを。ただね、宮城とか青森とか、あ、青森とかってあれじゃない？結構意外と坂本選手とか木浪選手とか青森山田とかで構成とかいいでしょ、おるでしょ。来い、はい、来ました、ピッチャー太田くん。え、太田くんめちゃくちゃ、しかも能力高いやん、めちゃくちゃいい。いや、もう完璧よ。いや、最近ね、よう来てくれるんすよ、天聖選手。この都道府県に2人おるとかない？あー、おらん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 。まあ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 、でもね、全然いいです、全然いいです、最高。来てよ、本当に来てよ。どう？はい、来てくれる。で、ここね、今6回行ったんですけども、まあ、1回見送ってるんかな。あ、違う、1、2、3、4、5、6、あ、全部行ってるね。で、ピッチャーはもうこの3人取れて、しかも天聖の太田選手取れたんで、まあ、そこはいいですね。で、あとは1回磯部選手を絶対来てもらうようにしたいんで、誘っていきたいと思います。で、5枚券があるんで、とりあえず、磯部選手呼びましょう。来てください、頼むよ、来てよ。はい、来てくれる。いやー、これ大きいですね。で、あと3回いけるんで、野手が今、まあ、鈴木選手微妙っていうところで、野手が来てくれるのが2人しかいないんで、まあ、この辺でね、どんどん声かけていきたいなと思うんですけども。じゃ大阪行こうか。まあ、キャッチャーちょっと多いんやけど、まあいいや、大阪行こう。はい。あー、ちょっとしょぼいかな。まあ、なんか、打つ系多いね。広角打法、プルヒッター、カット打ち、カット打ち、代打の切り札。え、西山さん、うわー、渋谷くんもいいけど、うわ、西山さん、え、西山さん、カープの西山さんでしょ。うわー、これめちゃくちゃいいですね。天聖選手が3人も取れた、そんなことある、そんなことある。いや、いいですね、完璧完璧。あ、しかもさっきの太田さんも天聖プロ、あ、OB ですね。青森、三沢高校、近鉄、巨人、阪神で。そうなんだ。まあ、とりあえず西山さん行こう。来てよ。はい、来てくれる。え、これまだ行ける？まだ行ける？あと2回行けるんですけど、ここ、磯部さん、太田さん、西山さんと、天聖 OB の宝庫なってます、今回。まだおるんじゃない？大阪でおった、青森でおった。で、磯部さん、広島か。やっぱ主要都市おるね。もうピッチャーいらんから東東京行ってみようか。じゃあ来い、
おー、全中準優勝の加藤くんね。まあ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 、準優勝にしてはってとこやけど。え、今何人おったっけ？ 1、2、3、4 人か。まあまあまあ、声かけてもいいんですけど。え、ちょっと待って。1、2、3、4、5、6、7。声かけすぎやな。しかもちょっとしょぼいから。まあまあ、いっか。一応全中準優勝やもんね。あ、もういいです。別にいい、ね、いいです。来なくていいです。最後もう一回行こう、どっか。もうちょっとブックマークしとったんですけど、まあ、当然天才じゃないんで、呼ばない。まあ、地区大会上がりにしては基礎能力高めやけど。松井秀喜狙おうか。石川県。か、まあ、どこかなと思ったんですけど。やっぱ石川県やね。石川県。松井秀喜さん。秀喜一本釣りで。お願いします。まあ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 、こっからよ、秀樹さん。うん、こっからあと3人おるから。秀樹、ああ、奥田くん違う。秀樹違う。秀樹、ああ、前田くん、ラインドライバーで、キャッチャーのこの新野くんいいんですけど、もう取れてるからね、キャッチャー。ほな、外野のラインドライバー、ライインドライバー行こうか。うん、前田くん名前もいいし、外野で前田。オッケー、いいでしょう。はい、これでもういけないというところで、今回は転生 OB3 人確定というような形ですね。まず、まあ 60% のいぶし銀の鈴木は来ないんですけど、磯部さん、近鉄バファローズの磯部さんで、寺田くん、タイエス丸で、全中準優勝の中村で、キャプテンの野崎、そして、太田さん、もうこの選手最初わからなかったんですけども、甲子園のアイドルと言われてたぐらいの選手やったみたいですね。完璧、完璧です。で、そしてキャッチャーのカープ、元カープの西山さん、そして全中準優勝の加藤君来てくれない、で、ラインドライバーの前田と。いやもうね、この転生三人衆、西山さん、太田さん、そして、磯部さん、この三人がおるだけで、もうチームはめちゃくちゃ強い。もう転生 OB3 人衆、これが来てくれるだけでもうだいぶでかいですね。いやもう大成功、大成功。しかもキャッチャーもおるから、いやめちゃくちゃ大きいですね。というところで、このまま次ね、春の甲子園の、発表があって、でその後多分卒業式もあるんで、やっていきたいと思います。はい、ケンクレールありがとう。はい、皆さん、地元の TV 局取材に来てくれました。前回ね、春来てくれた時、打撃力鍛えたこと大きいですって言ったら、1個しか上げてくれなかったんですよね。1個しか、ピッチャーを上げてもいいんですけど、機動力もいいんですよね。あー、ドレイク1回機動力いってみようか。機動力どう？ヘッドスライディングはいらんのよ。はい、走塁日かくらん、バント丸かくらん、プレッシャーラン、お、盗塁、お、いいんじゃない？え、めちゃくちゃ来たよ。1、2、3、4、5、6、え、1、2、3、4、5、6、7、いやいやいや、7人もらえる？これ、いやいやいや、これ見てくださいよ、完璧じゃない？いや、今回の春の記者、俺春でこんな記者にもらえたの初めてかも。いや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 、めちゃくちゃいいですね。盗塁 A をホレットが持ってきてくれたも大きいし、いやもう今回の記者優秀やんか。ありがとうございます。さあ、というところで、春の、その前に卒業式かな、やっていきたいと思いますね。はい、それでは卒業式に入っていきたいと思います。まあ、この世代は高木豊さんの世代ですね。まあ、石川くんもね、セカンドで二遊間でね、高木くんと、頑張ってくれたんですけども、まあちょっとね、打率はちょっと低かったんですけども、まあまあまあ、そこそこ打ってくれたかなと思います。で、高木豊選手、ホームラン18本、4割4分9厘、67打点。今んとこね、2024年初めて一番打ってる選手です。かなり打ってくれました。もう1年生の時なんかどんだけ打つねん言うぐらい打っとったんで。で、水野は最後ね、夏外れてしまいましてね。で、庭くんも1番バッターで、チャンスは弱かったけども、盗塁しっかりね、やってくれました。松本悪かったな、最後な、夏の甲子園。先発させてやらんくて申し訳なかった。で、川野も2番バッターで、
庭川の石川でしっかり頑張ってくれました。朝倉天才できたんやけど出てないね。で、渡辺、まあ、意外とねキャッチャーで出てたんやけど最後ファーストでねコンバートして、まあ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 悪くはなかったんじゃない。谷口はねこの1試合が一番良かったんですよ。この1試合抑えてくれたことによって春の甲子園優勝してるから。で宮川もねキャッチャー肩、キャッチャーじゃないサードでね肩強くてよく頑張ってくれましたというところで完璧でしたね。まあ申し訳ないね、せっかく春優勝してるチームで1回戦でねこうやって負けてしまったんで、うお盗塁 A になってる、盗塁 F やったんですけど盗塁 A になってる、すごっ、めちゃくちゃ上がったやん。でにわちゃんで松本、あ威圧感ね。で川野で、渡辺くんというところですね。まあ、よく頑張りました。ちょっとね申し訳なかったかなとは思うんですけども、まあただね春の選抜高校野球しっかり優勝してくれたんで、また次ねしっかりと2年生1年生にチーム土台作ってくれたんで、まあここはね大いに拍手して、でこのままは、春の抽選会まで行きたいと思います。抽選会までさあ行くよ。さあまずは春の抽選会で対戦相手がどこかというところなんですよ。お、いいですね、どこでもいい、どこでもいいよ、この辺5番、どこ、はい、あーいいですね、笠間高校前評判 C で、その後はゲロ東高校が前評判 D で上がってくれることを、期待してやっていきたいと思います。まずはでも初戦に勝つことが重要になってくるんでねというところで、まあ、今回、神宮大会、そしてスカウトとやっていきました。で神宮大会1回戦が秋島高校というところでめちゃくちゃ強い、まあ、ずっとうちがね公式戦でやられてるような高校やったんですけども、しっかりと9対3で勝って、でその後は夏の甲子園1回戦で負けた阿賀野東かなをしっかりと久保ちゃんがリベンジのコールド勝ち7回完封で、最後は沖縄の浦部高校、6対4で勝つことができ、しかも神宮大会に限っては1回戦玉村、準決勝久保、3回戦グロスと、もう全員先発ピッチャーを変えながらやっていったというような形になります。そしてなんといっても、スカウトをやっていったんですけども、天聖 OB 磯部、太田さん、西山さんと、もう完璧ですね。もう天聖 OB この3人、しかも有名どころ3人が来てくれるというところで、もうかなり次の世代も期待してやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。まあ、次回ね、第4話になるんですけども、春の甲子園から、やっていきたいと思います。まあ、しっかりとね優勝できるように、頑張ってやっていきますんで、M君の休日またマサオよろしくお願いいたします。それではまた、次の配信でお会いしましょう。橋はマサでした。